はい、こんにちは。テニスライズの岡井です。今回は相手をポーチに出させないために必要なストローカーのポイントということでお話をしていきたいと思います。やはりこのポーチですね、ポーチを出られるっていうのは、ある一定しょうがないとは思うんですけれども、それをしっかり後衛、ストローカーの人がですね、相手がポーチに出づらいような仕掛けというか、パターンを作っていく中で、ちょっと気にしていってもらいたいポイントを今回ご紹介をしていきたいと思いますので、ぜひこれをちょっとね、身につけてもらって、ポーチに出させないっていう戦略をしっかりと学んでいってみてください。はい、ではですね、一つ目ですけれども、相手が見えるボールの後ろで構える。ちょっとね、分かりづらいと思うんですけど、相手が見えるボールの後ろっていうのは、例えば、こういた場合に、自分がここにいたとして、ラリーが、ね、続いてる状態な時に、要は横向きをするわけですよね。当然、ね、相手のボールを返球するために横向きに入って、で体を回していくというところがあるんですけども、その横向きをするときに、あまりボールを見たときにね、ここが要は見えながらしっかりボールの後ろで待てると、要はここのバウンドがしっかりボールの、ね、バウンドが自分が後ろで見えてるタイミングをしっかりと早めに取ってあげることで、ボールも見えながら相手も見える状態っていうのが作れるわけですね。その要はここのバウンドの入りが、例えば遅くなっちゃって、ここら辺からしか結局ね、ボールのところが見えないってなってしまうと、結局はここにボールがあって、ね、見えてれば自分の、ね、前衛の人も見えてるわけですよね。でもこっちにボールが来てしまうと、前衛の人が見えなくなってしまいます。なので、できるだけこの状態、要はこっちにもうボールがね、横に入っちゃってる状態をできるだけ少なくするっていうこと、ね、なので早く行ってボールが、ね、自分の後ろ、ね、前にあって、前衛とボールとが一直線で見える場所っていうのをしっかりと入るっていうのを心がけてあげると、これがね、相手が動くかどうかっていうのが見えてきます。それが見えてくると、やっぱり相手は見られてるっていうふうに思えるので、なかなか出にくくなるわけですね。なので、そこがしっかりその入りという最初の本当に段階として、ボールの、ね、後ろに早く入るってよく言われると思うんですけれども、そこはやっぱり相手がそういうふうに やりにくくなるいう一つと、自分がちゃんと見えながらボールをコントロールできるっていう、ね、2つのメリットがありますので、ぜひそこをちょっとね、練習の中で意識していきましょう。はい、2つ目ですね、自分がスイングする直前の間を作るっていうことですね。このスイングする直前、さっき言ったようにボールの後ろに入って構えてあげる、で構えてあげて、相手が、ね、見えててボールも見えてる状態っていうのをできるようにしていくっていうプラス、要は直前の間、要は普通にスイングをする中で止まりがないと、相手はどっちにボールを打ってくるかっていうのがちょっと分かりやすいんですね。なので、その構えてボールが来るまでの、要はスイングを振り出すまでの時間、一瞬のその間を作る、要は少し一瞬止まるイメージ、時間が止まるイメージ、構えてて時間が止まるイメージでこの間が作れると、相手は出だしが遅くなるわけです。要は予測の中で動き出しっていうのがしづらくなるので、その間を作って出だしを遅くしてあげることによって、ポーチに出にくくなるっていう、要はどっち来るかなっていうことになるので、そういう間を作るようになると、すごく相手は
速くなくても動きづらくなりますから、特にやっぱりベテランの方とかは球の速さで押していくっていうよりはその間をしっかりと作るっていうことを意識していただけると相手は動けなくなりますから、できるだけこの間っていうのをちょっと意識してみてください。まあ当然速いボールに対してはねこう合わせるっていうことも必要にはなるんですけども、自分にやっぱりある程度余裕を作る、でその余裕を作る中で速いボールを打つのまあパターンとして、ね、違うパターンとしてしっかり間が作れるようになると速くなくても効果的だっていうことをちょっと覚えておいていただいて、その間っていうのをねちょっとイメージしながら相手に、ね、しっかりと動きを抑制させるっていうのを、ね、ちょっとやってみてください。はい、3つ目ですね、ストレート&ロブを織り交ぜるっていうことですね。まあ当然相手がポーチに出る気がねやっぱり多い時にはクロスずっと一辺倒だとやっぱり捕まりやすくなりますね。なのでやはりストレートに打つもしくはロブを上げるっていうことで相手をできるだけ動きにくくさせるっていうことがすごく重要ですね。当然そのポーチに出る人っていうのはまあポーチによく出る人っていうのはどんどん前に詰めるっていう傾向がやっぱりあるわけですよね。そうするとどんどん詰めてこられるとやっぱりクロスに打っているとやっぱ捕まりやすくなるわけですね。なのでそこのこの動きをできるだけ抑制するためにストレートに、ね、打つとか、あとはやっぱりロブを、ね、上げてこの人が前にいすぎないようにさせるっていうことがすごく重要になります。なので、まあ、できればね1ゲームに1本ぐらいはどっちか、まあ、両方でもいいんですけども、ちょっと打つチャンスを常に狙っていくということを意識してみましょう。まあ、一番あるのはやっぱりリターンでそういうことをしていくっていうのがね、まあ、リターンでポーチをするっていうことも一番多いですし、リターンでそういう変化をつけるっていうことをちょっと心がけてあげると一番ね効果的になりますから、そのストレートかロブっていうのを織り交ぜるっていう意識は常に置いていってみてください。はい、4番目ですね、あえてセンターに打ち込むということですね。まあ、あのポーチ出る、ね、人もうある程度もう行くわけですよね。行ってる時にそこに向かって正面に打つっていうパターンですね。要は自分が、打つ時にクロスに、ね、打つと捕まるっていう中でその移動中のボディに打つというイメージになります。なのでここは打ち込むっていうことになるんですけど、だからただね返球するんじゃなくてある程度自分がしっかり打っていく、でセンターなのでまあある程度打ってもやっぱりミス少なくできるわけですね。なのでちょっとスピード感を出してしっかりとその相手の正面に向かって打つようなイメージっていうのをね出そうな時にですね、まあただ出なくても逆に言えばここスルーされれば結構2人の間になるので、それ自体でも結構有効になりますから、できるだけそこをね一つの選択肢としてリターンとか、まあ、打つ時の選択肢として設けるっていうのはすごくいい戦略になりますから、その相手の、ね、センター打ち込みでダブルスなんかは特にセンターセオリーっていう話ありますけども、そこを、ね、届きそうに届かないっていうのもすごく効いてくるので、そこをちょっと練習の中で入れていきましょう。はい、5番目ですね、相手がポーチしそうなカウントで外す、でまあ 30K、 まあ30ラブとか30オールとかっていう場面ですね。これかまあアド向こうね、アドバンテージの向こう側っていう時ですね。要はアドバンテージが向こうにある時っていう時に、ポーチに要は出そうなので、そこを展開の中でクロスじゃなくてさっき言ったストレートかロブっていうのをうまく使うということになります。なのでそのポーチしそうっていうのは、まあ、自分でも自分がポーチするときにどういう場面でポーチしていくか、これは、まあ技術的ではなくてその
1ゲームの中の展開的な話になるんですけども、例えばサーキーオールの時とかにリターンとか確実にクロスに返したいっていう気持ちになるじゃないですか。そういう時にやっぱり相手はポーチに出てきやすいわけですね。なのでそういうのを狙われそうっていうのを常に思いながらうまく外していくっていうこととか、自分がアドバンテージを相手に取られてる時とか、ね、アドバンテージのサーバー時とかにやっぱり一本クロスに、ね、確実に返そうと思うじゃないですか。そこをやっぱり相手は狙ってくることっていうのが多くなるので、そこを外せるようになるとすごく、ね、いいと思いますので、まあどうしてもね確実に返したいっていう気持ちの方が強くなってしまいやすいですから、そこをやっぱり狙われやすくなるので、そこでうまく外せればと思いますので、ちょっとそこはねちょっとチャレンジしていきましょう。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。コメントはすべて見させていただいております。高評価やコメントをたくさんいただけると嬉しいです。このチャンネルは一般テニスプレーヤーの方がテニス上達だけではなく、テニスのさまざまな価値ある情報を発信をしていっています。見逃さないようにチャンネル登録をしてください。現在4万8000人の方に登録をしていただいております。チャンネル登録をしていただいた後にベルマークを押していただくと最新の通知が来るようになります。他にもいろいろな動画を公開しておりますので、ぜひいろいろとご覧ください。またテニス上達のためのメールマガジンも発行しております。画面下概要欄にですね、そのメルマガの登録フォームがありますので、こちらから登録をぜひお願いします。また Facebook、Twitter、Instagram など SNS で情報も発信していますので、ぜひチェックしてみてください。これからも様々な情報を発信していきますので、よろしくお願いします。